皆さんこんにちは。ビーレジェンド管理栄養士の野々村です。ビーレジェンド管理栄養士の堀です。今日はですね、またこの私の大好きな北斗の拳のアセアの種もみ風味を使って、ちょっとアレンジしたプロテインを作っていきたいと思います。私はですね、常々これ単品でも美味しいんですけど、大好きなんですけど、これにね、このミルキーを加えたらもっと美味しくなるんじゃないかと思って、今日はねこれちょっと試してみたいと思ってます。いや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 、ミルキーじゃなくてじゃん、こっちの抹茶の方が絶対美味しいと思う。お茶にお茶、お茶にお茶、合わないわけがないんで。確かにこちらの北斗の拳ってほうじ茶と玄米茶の粉末が入ってるから、はい、そこに抹茶も入れると抹茶も茶づくし、絶対こっちの方が美味しい。おお、なるほど。じゃあ今日はちょっとそれぞれ作ってみましょうか、はい、どっちが美味しいか、はいはい、ではやっていきたいと思います。まいつも通りお水は200入れます。では、こちらのスプーンに、半量ですね、スプーン2分の1の量まで入れて作っていきます。もうお好みでね、ちょっとそれぞれの割合変えてもいいかなと思います。でちょっと北斗の拳多めにします。私は北斗の拳を3分の2で、私はミルキー3分の1で作っていきます。堀ちゃんはどういう配合でいったの？半々ですね。半々、半々です。なるほど。ちょっと抹茶味強くなるんじゃない？いやいやいや、色はこんな感じですね。おー、抹茶の、普段の抹茶の色がやっぱりややクリームがかった、そうですね、色ですね。美味しそう。見るからに、はい、ほうじ茶と玄米茶の香ばしい匂いはそのままでミルキーのすごい練乳の香りがします。じゃあまず私のこの北斗の拳とミルキーペコちゃんのミックスしたのからちょっと試飲していきたいと思います。はい、いただきます。いただきます。どうですか？いや、もうこれはすごい美味しいです。美味しい、美味しいな、美味しい。もう本当北斗の拳をもうやっぱ練乳入れたって感じだよね。そうです ね、美味しい。どっちの良さもちゃんと、うん、ある感じで、これは美味しいです。じゃあ次、堀ちゃんおすすめの、はい、お茶づくし、抹茶とお茶、はい、いただきます。いただきます。何、匂いは、匂いよくわからない。匂いわかんないですね、確かに。うん、北斗の拳のなんか、ほうじ茶とかの匂いも消えてる。うん、抹茶の主張が強い。うまーい。今日は染田さんの代わりにですね、やらせていただきました。新鮮です。ありがとうございます。染田のうまい聞き合ってるんで新鮮です。あ、うん、あ、どうですかね。もうすごい、いや、美味しい、うん、美味しいです。美味しい、間違いなく美味しい。私はでも個人的な好みで言うと、抹茶3分の1で北斗の拳3分の2かな。あ、なるほど、うん、ちょっとやっぱ抹茶がね結構強いですね、これね。北斗の拳の味もほのかにするんですけど、うん、抹茶強めだから、そう、ちょっとこっち多めの方がいいかもしれない。抹茶漬けなんで、うん、やっぱりこう抹茶の味もちゃんとね、後味はほうじ茶が香る感じで、うん、いいですね。美味しいです。合いますね。はい、今度3つ混ぜてみません？3つどう？いいですね、私と堀ちゃんのコラボ。コラボやってみますね。ちょっとじゃあそれぞれ3分の1ずつやってみましょうか。はいはい、色はこんな感じです。うん、さらにグリーンが薄まってでは、北斗の拳とペコちゃんと、抹茶のコラボです。いただきます。いただきます。もう
匂いはすごい玄米茶ほうじ茶の、うん、そうですね、香ばしい香り。うん、練乳がすごい、やっぱそうですね、ミルキーのペコちゃん何でもクリーミーにして美味しい。うん、うん、一日2回出ることあるんですか？ちょっと圧かけすぎてほんとは味邪魔しないですね、うん、引き立たしてくれる。黒糖自体が甘さ控えめなのでもともとそれをこうミルキー、ミルクの甘さが加わって、うんね、甘さと濃厚さが加わりますね、うんはい、うん、美味しい、うん、とっても美味しいです。はい、ぜひ北斗の拳、うちの私が勝手に北斗の拳好きなんで北斗の拳とね相性のいいフレーバーがあったらぜひ教えていただきたいなと思います、はい、ね、試してみたいですね、またね。じゃあちょっとね、また今後も何かあったらやっていきたいですね、うん、はい、こういうの動画楽しいですね。楽しいですねはい、はい、じゃあぜひまたやっていきたいと思います。それでは今日の動画が良かったと思っていただいた方、この組み合わせ試してみたいなって思っていただいた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。